はい、どうもこんにちは。今回はですね、こちら画面に出ております iPhone X、そして iPhone 8と、2種類の iPhone が Apple より発表されました。なんですけども、 iPhone 8とね、10、見た目は結構違ってるんですけども、スペックがね、どのぐらい差別化されているのか、そして iPhone 7からどのようにね、スペックが向上したのかということについての、比較動画をお届けしたいなと思います。まあね、iPhone X というねことで8からいきなりすっ飛ばして10かよという感じではあるんですけども、初代 iPhone が発表されてから今年で iPhone 10年目を迎えるということで、こちら10が名付けられたそうですね。そして位置づけ的にはこちら iPhone 8は、まあ 7S という形ですね。今回 S は出なかったんですけども、まあ7の、まあ、マイナーチェンジモデル。そして iPhone 10がね、そのさらに上位機種、まあ言うたらハイエンドモデルですね。という位置づけとなります。なので、スペック、値段、すべてがハイエンドということになっております。でね、1年前に、私 iPhone 7がね、登場した時に比較動画の方を出してるんですけども、その時にはですね、このように iPhone のモデル比較のページをね、使って、このようにね、順番にスペックを細かく見ていったんですけども、8とね、10、2種類がね、ラインナップされたということで、ちょっとこのページを使ってね、解説の方をやってみたんですけども、ちょっと難しかったので、今回はですね、このように私ちょっとスライドの方を作ってみましたので、今回は、iPhone 8と10がね、iPhone 7からどのように変わったのか、そしてスペックがどのようにね、変更されたのかということについて細かく比較の方をしていきたいなと思います。まずはですね、iPhone 8と10の共通する iPhone 7からの変更点について、解説の方をしていきたいなと思います。まあね、8と10、10の方がハイエンドモデルではあるんですけども、8にも10にも両方にね、変更が加えられた点についての解説の方ですね、こちらからまず見ていきたいなと思います。はい、まずね、iPhone 7から8と10共通で変更された部分、一つ目がですね、性能の向上です。まあね、新しい iPhone が出るんだから、もちろん性能の向上はね、するんですけども、まあ iPhone 7の時はですね、このように A10 チップというものが載っていました。なんですけども、今回パワーアップいたしまして、iPhone 8と10には A11 チップが新たに搭載の方されました。iPhone X の方がね、ハイエンドモデルであるという風に最初お話ししましたけども、搭載されるチップについては8も10も同じものということでございます。ちょっとね、この辺が残念かなという感じなんですけどもね。こちら2つのチップについてね、何がどんな風に変わってるのかということについてですけども、まず A10 チップは CPU が4コア、4つの頭脳を持っているということだったんですけども、今回の A11 チップからは、6コアということで、2コアの高性能コアと4コアの高性能コア足して6コアということで、コア数が2つ多くなっております。でですね、こちら2つの高性能コアは A10 に比べて最大 25% 高速に、そしてこの4つの高効率コアが A10 より最大 70% も高速化されたということですね。まあね、この2つの高性能コアというものは、まあ処理がね、バンバンやっていくような、そんな CPU でね、4つの高効率コアというものは、まあ電池持ち、まあ省エネ性を重視した、効率のいいコアという意味ですね。で、さらに、グラフィック、GPU に関しても最大 30% 高速になったということですね。そしてさらに、M10 モーションコプロセッサーというものがね、A10 には搭載されていました。そして A11 チップからは、M11 モーションコプロセッサーというものが新たに搭載されたと。で、コプロセッサというものについてなんですけども、こちらはですね、動きに関する処理を手助けするサブ CPU 的なものということなんですね。加速度計とかね、そういう物理的な動きですね、そういったね、物理的な動きに関する処理を行うものですね。読みにくいけどね、コプロセッサ、そして A11 チップからは新たにニューラルエンジンというものが搭載されました。こちらニューラルエンジンというものはですね、人、場所、物を識別する機械学習のタスクをこなすチップということなんですけども、ちょっとね、スライドには載せ忘れちゃったんですけども、iPhone 8と10からですね、AR、拡張現実
を、想定した処理ができるようになっているということで、こちら新たにニューラルエンジンが搭載されています。まあ、なんでね、これから AR を使ったね、技術が発達するんじゃないかなということなんですけども、まあ、具体的にね、一個聞いたのは、なんか iPhone がメジャーになるということで、部屋のね、なんか寸法とか測りたい時とかに、なんか映したら、そこにメジャーが現れて、距離が測れるみたいな技術がね、開発されているということをちょっと聞いたんですけども、まあ、聞いたっていうか、なんか動画で見た気がするんですけども、まあ、そういった感じでね、AR の技術がさらに伸びてくるということですね。はい、続いてのね、共通する変更点はワイヤレス充電に対応したということですね。こちら Qi というね、無線充電規格なんですけども、こちらに対応いたしましたので、iPhone を置くだけで充電できるように変更の方がされました。このね、充電台がね、エアーパワーマットという名前らしいんですけども、まあね、こちら2018年発売ということで、無線充電がすぐ使えないのかよというふうに思っちゃうかもしれませんけども、Qi というものはですね、まあ Android でも使うことができる規格なので、 Qi 対応のサードパーティー製品のね、置くだけ充電のものも発売されてますので、こういったものをね、使えば、購入してすぐ無線充電を体験することができます。まあね、車でも最近ね、無線充電、置くだけ充電がね、ついてる車とかもありますよね。こういったものを使えば OK と。で、エアーパワーマットに関してなのかはわかりませんけども、まあ、対応製品ならば他のデバイスの充電状態も把握できるようですね。なんか画面にね、置くだけ充電に置いてるものが何パーセント充電あるのかというものが見れるそうです。はい、続いてですね、丸3トゥルントンディスプレイ搭載ということで、このディスプレイはですね、 iPad Pro から装備されたものになるんですけども、こちらが iPhone でも採用されたと。異なる環境でも色を一貫して表示できるように、周囲の光が持つね、色温度に合わせて画面上のホワイトバランスを微調整してくれる機能ということなんですけども、例えばね、太陽光だったりとか、まあ、蛍光灯だったりとか、それぞれね、光という意味では同じなんですけども、色味が違いますよね。まあ、そういった感じで環境が変われば周囲のね、色の明るさだったりとか温かみだったりっていうものが変わってくるわけです。まあね、青っぽい光だったりとか赤っぽい光だったりとか、まあそういうことですね。そういった環境でも色がね、一貫して表示できるように、まあ、ホワイトバランスをね、微調整してくれるらしいですね。この機能があると、まあ、ディスプレイ上の画像が印刷物のように自然に見えたり、あとはですね、目の疲れも軽減できるということで、まあ、いい機能向上だんじゃないかなと。まあ、この機能をね、使ったことはないので、まあ、これはダメだ、いいとかっていうのはちょっとわかんないんですけどもね。続いて4つ目の機能向上。カメラ機能の強化ですね。まあ、今回記載しているものは8と10、共通する部分のみについてです。まず1つ目が、スローシンクロという機能なんですけども、こちらはですね、低速のシャッタースピードと短いストロボ発光時間を組み合わせて、十分な明るさがない場所でも手前の被写体を明るく照らしながら背景を適正露出で撮影できるということなんですけども、まあ要はですね、背景が暗い場所でフラッシュを使って撮影したい場合ですね、そういった時に背景が真っ暗になってしまう時ってありますよね。まあああいうものを低減できるという機能ですね。まあね、例えば夜景とかね、行ってみんなで写真撮ろうって言って、ね、ピースってやった時にもうめっちゃ暗いんで絶対フラッシュ焚きますよね。で、フラッシュ焚いたらね、ピースした人たちは明るくフラッシュ撮影で撮れてるんですけども、その分露出がね、合わせないといけませんので、背景が真っ暗になってしまってね、何も見えないみたいな。そういったことが起きたりとかね、すると思うんですけども、そういったことをね、うまいこと低速のシャッタースピードと短いストロボの発光時間を組み合わせて、手前のね、人物、被写体については明るく照らしてるけども、背景は暗くなりすぎないように露出を調整して撮影するという機能みたいですね。まあ、要は、まあ、夜間撮影に強くなったイメージですかね。まあ、これもどこまで使えるのかっていうのもちょっとね、わかんないですけどもね。そして、2番、ビデオ撮影機能の強化ということで、4K 画質で60フレームと24フレーム。そして、スロー撮影で 1080p の240フレームに対応したということで、要は高画質でより滑らかな動画が撮れるようになったということですね。特に 4K で60 フレームっていう
ね、俺これをずっと待ち望んでたんですけども、まあすごいね、綺麗画質 1080p フルハイビジョンのね4倍綺麗な画質で、しかもぬるぬる60フレームで撮れると。この機能ね、一眼レフでもなかなか装備できない機能だと思うんですけどもね、最近やっと普及してきたかなぐらいの機能なんですけども、もう iPhone に来たかとちょっと驚いてはいますけども、やっとこの機能が乗ったということですね。で、あと24フレームということで、標準、今までの iPhone 6S や7では30フレームで撮影できたんですけども、少しコマ数を落として24フレームで撮影できると。24ってあれかな？映画ぐらいのフレームレートかな？そしてスロー撮影が、フルハイビジョンで240フレームが撮れると。今まではね、720p のハイビジョン画質でしか、240フレームは撮れませんでしたけども、まあそれがフル HD1080p でも対応したということですね。はい、続いて5番目。こちら、セルラー通信の高速化と変更ということなんですけども、iPhone 8、10から 3.5GHz 対バンド42というものに対応いたしました。まあね、今こちら3つ、au、ドコモ、ソフトバンク、それぞれのね、通信についての表を載せていますけども、まあ au は 4CCCA というものが、新しくサービスね、iPhone、8発売と同時に開始されるみたいなんですけども、まあ要は YMAX2 プラスの 2.5GHz 帯と、今回から搭載される 3.5GHz 帯同時利用することで、まあ最大で 558Mbps の速度が出ると。で、ドコモはね、プレミアム 4G ということで、1.7GHz に 3.5GHz 帯の、周波数帯ね、組み合わせて、最大で 788Mbps。 そしてソフトバンク 4G についても、こちらは 2.5GHz 帯と 3.5GHz 帯組み合わせることによって最大 612Mbps ということで、どの会社もね、かなり高速化されるようですね。まあ、速度だけで見ると au が一番遅くてドコモが一番速いといった感じにはなるんですけども、まあ、一概にね、この速度が出るわけではありませんし、細かい会社の事情というものもありましてですね。まあ、例えば、こちらね、2.5GHz 帯という周波数ですね。こちら au とソフトバンクにあるんですけども、なんとドコモにはね、2.5GHz 帯は割り当てられなかったんですよね。なのでドコモでは 3.5GHz 帯の周波数を、まあ、積極的に展開していたという矢先のこの iPhone 8の 3.5GHz 帯対応ということで、ドコモはね、よっしゃ来たみたいな感じではあるんですけども、まあ、だからといってね、au ソフトバンクが劣ってるかというとね、そうじゃなくてですね、au に関しては、すでにね、YMAX2 プラスというね、まあ、結構 CM でね、やってたりもしますけども、この 2.5GHz 帯のね、電波の展開というものをね、していて、まあ、結構普及率、カバー率も高いんですよね。ソフトバンクもね、2.5GHz 帯の、サービス名忘れちゃいましたけども、すでにね、2.5GHz 帯をかなり展開してるということでですね、まあ、ドコモはね、2.5GHz 帯がないから仕方なくね、3.5GHz 帯を展開してたら、まあ、ラッキーにあったと。で、逆に au とソフトバンクは、今まで 2.5GHz 帯を展開してたから、まあ、3.5GHz 帯がね、そこまでね、今、すぐね、展開しなくても、まあ、速度はね、それなりに安定している。なので、まあ、どこがいい、どこが悪いっていうのはね、ちょっと言いにくい部分はありますよね。まあ、カバー率とかもね、結構大事ではあるんですけども、まあ、そういった意味を踏まえるとね、どこもね、一長一短ある。どこもっていうかね、どこもじゃないですね。どの会社でも一長一短あるという感じですね。こちらね、バンド42というものは、すべての会社でね、40MHz 幅。まあね、言うたら帯域がめっちゃ広いのですんげー高速だよと。でですね、1.5GHz 帯と 3.5GHz 帯の搭載は日本専用モデルでのみの対応ということで、新しくね 3.5GHz 帯、そして iPhone 7からは 1.5GHz 帯の周波数をね掴むことができるんですけども、この両者ともに日本専用モデルでしか対応できないということですので、まあ、海外からね、輸入したりとか、まあ、シャッター音がね、嫌だという人はね、結構海外から買う人も多いんですけども、まあ、そういった方は、この 1.5GHz と 3.5GHz 帯、共に使うことはできませんので、注意が必要ですね。まあね、iPhone 7から 1.5GHz 帯も使えるようになったんですけども、もうほとんどね、iPhone 専用帯域みたいな感じになってるので、まあね、1.5GHz 帯、使えた方が得かな、という感じではあるかな。
はい、それではね、続いての項目ですね。丸6番がストレージ容量についてなんですけども、iPhone7 ではですね、32、128、256GB モデル、3種類が展開されていたんですけども、まあ8の発売に伴ってね、256GB モデルは廃止となってしまいました。まあ最初のね、iPhone7 発売した当初は、まあ3種類展開でした。それがですね、今回8、8プラス、10ともに 64GB モデル、256GB モデル2種類になってしまいましたと。まあね、4K の60フレームに対応したりとかね、データ容量が大きくなったことに伴っての多分これ容量アップではあると思うんですけども、まあね、間に 128GB モデルがないということで、まあ多くのユーザーはね、多分64もあればさすがに足りると思うんですよね。多分7の時は32じゃ足りないから、じゃあ128みたいな人は多かったと思うんですけども、今回64まで拡大したら多分意外とみんなここで収まるんじゃないかなという感じではあるんですけども、まあね、動画撮影バンバンしたいという人とかね、インスタグラマーも最近よくね出てきましたけどもね、そういった方はもう有無を言わさず256という形かな。まあこういう風な考え方をすると、割とこの2つの展開でもね、いけてるのかなという感じですね。前のね、この7のね、32と128と256というね、展開はちょっと、ん?って感じではありましたけどもね。そしてですね、その他の共通する変更点についてですね、7では Bluetooth が 4.2 だったのが、8と10では 5.0 の Bluetooth が搭載されたと。で、NFC についても、搭載はされてましたけども、今回のモデルからはリーダーモード対応の NFC がついたと。で、さらに、スピーカーが音量 25% アップ。で、さらに低音も強化されたということで、まあ iPhone7 よりもより大きな音で、低音が強化された状態でね、いい音質で聞くことができると。両方ね、ステレオスピーカーですよ、もちろん。で、さらに高速充電に対応したということなんですけども、こちらは30分で 50% まで充電することができます。なんですけどもね、これ落とし穴があるんですよね。なんと USB-C がついたライトニングケーブルとその充電器が必要ということで、付属品のライトニングケーブルでは使えないんですよね、この機能。なので、まあ、MacBook とかね、MacBook Pro の新型を持ってる人であれば、このね、高速充電すぐ試せるんですけども、USB-C やからね、あれ。なんですけども、新しく購入して高速充電をしたいという方にとっては、まあ別途 USB-C のライトニングケーブルと充電器が必要ということですね。まあね、iPhone7 でも 1.4 か 5 アンペアの入力には対応してたので、もうそんなにね、充電遅いなというイメージはなかったんですけどもね。まあより早めたい方は USB-C のケーブルを買ってね、ということですね。はい、ここまでがですね、iPhone 8と10共通する7からの変更点だったんですけども、じゃあそれに加えて今度はね、 iPhone 7から8だけで見た時の変更点についての解説の方をしていきたいなと思います。